はいはい、お疲れ様でございます。6月23日木曜日、皆様何時だと思いますか？そう、8時、20時でございます。20時だよ、全員集合、カナコリアでございます。間違えて、ワタニカナです。間違えて、アニマコでの名前言っちゃった。カナコリアです。はい、ワタニカナです。あの、ワタヌキカナコリアです。2人になってるやし、もう2人みたいになってるね。なんか漫才みたいね。はい、ワタヌキカナとカナコリアです。2人合わせてワタヌキカナコリアですみたいになってるんだけど、はい、お疲れ様です。間違えて、あの、癖でカナコリアって言ってしまいましたけれども、ガトリングラジオでございます。いやー、お疲れ様でございます。皆様どうでした？1週間、いい感じ、いい感じ、イエイ。なんですけれども、今日のなんか話したいこととかは、昨日ですね、あの、FM 小座でですね、2時間1人で喋ったからね、ほとんど喋ることがないのよ。なので新しく頑張って作ってきました。東京行きの話と、今ダイエットしてますよってお話を昨日もしたんですけど、またこれも再びねっていうのと、もうめちゃくちゃ今日の本当に一大イベントだと思ってる、私の。めちゃくちゃ推したい、おすすめ、はい、めちゃくちゃ今言いたいこと、ドミノピザ、ドミノピザが L サイズを1枚買うと M サイズが2枚無料でついてくるっていう話をちょっとしようかなって思っております。ドミノピザの回し物とか、別にあのスポンサーにドミノピザがついてるとか一切そういうのではないんですけど、普通にドミノピザのドミノピザ私今日の夕飯ドミノピザ皆様ダイエット中でございます。私なんでダイエット中かっていうのはですね、あの、それ前から歩くねってゲンさん言ってるんですけど、ツイキャスの方で、いや、ない、ないはずよ。前は、M サイズ1枚と L サイズ1枚みたいな感じだった気がする。それか、あの、3枚。安くなるみたいな感じだったと思う。あ、沖縄デスクさん。ということは、ドミノピザおごってくれるのって言ってるんですけど、おごってもいいけどさ、私の家にたどり着いたんだったらおごってやってもいいですよ。まずね、飛行機の今日中ね、限定としては今日中でございます。はい、ゲンさんがですね、お疲れかーなーって、はい、お疲れガトリングアザース。あ、ごめん、ゲップしました。はい、ゲンさん、シースルーめっちゃ可愛い、ありがとうございます。今日はですね、洋服が珍しくシースルーでございます。ちゃんとした格好をしております。こうでもしないとですね、暑くてもやってられません。はい、暑すぎてですね、無風だなんですよ。風がなくて、沖縄。風がないのよ。もうナウシカが飛べないのよ、本当に。飛べないよ、ナウシカ落ちるよ、バンつって。そう、シースルーなんですよ。だから、風がなさすぎたんで、今日私が出た瞬間から風がなくなったんですよ。多分風に嫌われてるはず。あの、自然系の多分スタンド持ってないんだと思いますね、私。ゆくばなさん、バンナちゃんお久しぶりです。そして、コトネさんお疲れ様です。お疲れ様です、コトネさん。沖縄ですホワイトの似合う綿抜き話、ありがとうございます。いつもブラックなんでございますけれどもね。ゲンさん、シースルーにめっちゃ視線を割れる。あの、見ないでもらっていいですか？ひふみさん、お久しぶりです、ごっくんじゃ。お久しぶりでもない気がするんだけど、まあ、昨日普通にね、いっくんさんだったかな、昨日普通に来たかな。で、ひふみさんもあの小座の方で、普通にツイキャスで絡んだから、もうね、ひふみさんのさ、あの、メールのさ、やつが面白くてからさ、うまいことやったな、この人は。さすがだな、よ、さすがだな、ラジオパーソナリティよって思いましたけれどもね。そうそう、沖縄デキさんが言ってますけど、なんだって M サイズ2枚みたいなね。で、ゲンさんも言ってますけど、昨日ね、もうネタ切れしてんすよ。私は昨日で2時間ね、めちゃくちゃ喋りまくったので、昨日はですね、あの、折り鶴を折りながら、折り紙をしながら、ツイキャスも全く見ない状態でずっと折り紙に集中しながらずっと喋ってたんですけど、たまにね、ツイキャスを見たりとかして、ああ、すいません、あの、ツイキャス見てませんでしたみたいな感じで、普通に折り紙を折りながら、ツイキャスというかラジオをやっておいたって感じでございますけれども、で、今日はですね、さっき言った3本立てでお送りしようかなと思っております。あの、東京にですね、私は、あの、再来週かな、再来週から10日間ほど行くんですけれども、まあ、それに関してのですね、スケジュールがほぼ埋まっていないという状態でございまして、私は10日間もしかしたら寝て過ごす可能性がある。何のために東京に行くんだ私はみたいな感じでね。ひふみさん、だからよ、ラジオしながらぬやんば。そう、ラジオしながらずっと折り鶴を折るっていう人は多分あんまりいないと思うんですけど、いや、でもほら、鶴折りながらさ、ずっとさ、情報を何もお届けしない状態でさ、あの、
情報も何もお届けしないで、あの折り鶴を間違えたとかさ、いや間違えるわけないじゃないですか、あれどうやって折るんだっけってずっと言ってたっていうね感じですね。沖縄デスクさんが10日間そう源さん10日間もえらい長いなつって、そう折り鶴放送を昨日してたんですけれども、まあそんな感じです。あのちょっと行ったり来たりしてるんですけど、ツイキャスのコメントをね、あの拾いながら喋ってるので、あの話が前後したりとかするんですけれども、私の軸としてはですね、私が喋りたいこと喋るっていう感じなので気にしないです。はい、そうなんですよ。だから10日間ちょっとですね、まあ言ったら地元というか実家が東京なので、でもマジでずっと帰ってないから、あのばあちゃん家とか、あのちょっともそれも泊まりに行こうかなと思っていて、前はですね、あの何かしら用事がある時に東京に戻るみたいな感覚なんですよ。でそう、なんか東京に戻ったけど結局用事を済ませるために行って帰ってくるすぐみたいな感じなので、ほぼ東京でのなんかこう暮らしみたいなのほぼしないですぐ戻ってくるみたいな感じだったんですよ。カンパチさん、お晩です、今夜も可愛いのありがとうございます。長谷川さんもお疲れ様でございます。かな今日はシンプルでいいよ、ありがとうございます。いつもシンプルでございますよ私は。てか髪色紫になった。そうなんですよ、私最近ですね、なんか若者がやるようなあのことをツイートしなくなったんですよ。なんか全部めんどくさくなっちゃってなんかいいねとか、なんか日常で稼ごうとするのめんどくさくなっちゃったからなんかラジオで見て、あ髪の毛染めたんだねとか、アニボコであの勤務中に見てもらって、あ紫にしたんだねっていう方がなんか話題になっていいかなってちょっと思ったんで、なんかバーチャルじゃなくてリアルを大事にしようかなってちょっと思ったんですよ、私28歳目前にして。そう、モルガンさん、アイアッサッサ、はい、アイアッサッサ、アイアッサッサ、ガトリングラジオでございます。30分番組です。20時30分までやるかな、多分メイビー、あ30分じゃない、26分までやります。はい、30分番組でございます。カンパチさんいいねありがとう。沖縄ですさん、今日は、今回は実家に帰省なんですよね。実家に帰省なんですよ。で実家にまあちょっと帰りつつ、まあ、じいちゃんとばあちゃんの家に行って、まあ、じいちゃんは亡くなってるんですけど、でばあちゃんの家行って、で泊まって、でせっかくだったらディズニーに行くみたいな感じですね。まあお家の事情でちょっと帰らないといけないみたいな感じなんですけれども、そうそんな感じで、まあ、ついでだったらいろいろ行こうかなと思って、で東京のなんか観光地とか私知らなくて、本当に何も知らなくて、あの池袋アニメイト本店と中野ブロードウェイしか知らないんですよ私。だからちょっとみんなに教えてもらおうかなってちょっと思って、ツイッターでいろいろちょっと声かけたんですよ。みんななんか知ってますか教えてくださいみたいな。そしたらもう意外といっぱい来て、なんか今処理できないぐらいになってるんですけど、でも普通になんかちょっといろいろ行きたいなっていうところはちょっとあって、では河原割りもちょっと気になるんだよね、源さんのね、ツイキャスで、ツイキャスさんツイッターで河原割りに行ったらみたいな感じで、一人で河原割りに行く女ってやばくないと思って、ただ YouTube とかでせっかくだったらいろいろ遊びに行く企画みたいにして河原割りしましたみたいな感じで YouTube でまとめてみてもいいかなと思って、せっかく全然最近更新してないから、まあ、こういう機会にね更新しようかなと思って、前はユニバ行った時に、ユニバとかあの大阪旅行行った時に、まあ、写真だけでまあまあなんて言うんだろうな、ほぼ動画じゃない感じの私の思い出の記録を YouTube に載せただけみたいな感じの動画を上げたんですけれどもそれって何なのって思いながら、なのでちょっとちゃんと YouTube っぽいものを撮れたら撮ろうかなって思っております。カンパチさんが浅草はいいぞって言ってますね。浅草も行きたいですね。私本当にね旅行好きじゃないんですよ。旅行全然行かない人なんですよ。何したらいいか分かんなくって、でも一番最初に決まったのは寄生虫博物館に行くってことで決まりました。私寄生虫大好きだからさ、あの東京の住んでいるあの FC のね、あの FC のファンの方、あのたけしさんって方もですね応援してくれてるんですけれどもね、その方がですね、あの的を得たようにプンってきてね、プンってね、そうあれよ、寄生虫博物館をプンって出してきてから、行く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 、私寄生虫とかサナダムシとか大好きと思って、そう行こうかなと思うねまたニチのとこに行くんやな。そう、一人で私は寄生虫博物館に行こうかなと思ってます。これだけはもう確実に予定立ってて、でラジオでね、ラジオ一回来てくれた人、来てくれたっていうか、まあ、普通にツイキャスの方で絡んでくれた人が、僕お店やってるんですよみたいな感じで言って、また DM 送ってきたので、ちょっとそっちもねちょっとご飯食べに行こうかなってちょっと思っております。そうアニサキスとかすごい好きなの私。もうさ、魚の寄生虫とかそういうのをさ年中ね私 YouTube で見てるぐらい好きなのよね。だからちょっとその辺もねちょっと楽しみながらね見ようかなと思って、いや CM 流すな CM 流すなよ、びっくりしたわ CM 流れるんだもんね。はい、何の話をとしたんだっけ。そうアニサキスですね、沖縄大好きさんが言っております。小鳥さん、サナダムシの標本とかあるらしい。そう、なんかでっかいさサナダムシとか、絶対なんかでっかい寄生虫みたいな、そういうのがなんか目黒にあるみたいなんですよ。だからそこちょっと行きたいなと思って。ボタン博物館、カンパチさん、ボタン博物館って何、
うわすごいな、え待って面白くない、えボタン博物館って何、何それちょっと気になるんだけど。長谷川さん、河原割りね、那覇にもコロナ前はあったけど、あ那覇にもあったんだ、まあ今はなくなっちゃってんのかな。そして武蔵さん、神奈さん、リスナーの皆さん、こんばんは。生放送お疲れ様です、お疲れ様です、ガトリングラジオでございます、今日もよろしくお願い、ガトリング、なんだこれ初めて知ったぞ。でこれは違うな、メールは基本来ないですかねこの番組はね。でこの後は今あと15分しかない、そうオープニングトークで10分で喋っております。基本的にオープニングトーク10分喋る、15分ぐらい喋る人なんで、まあ、気にしなくていいかあんまり。そうですね、みんなちゃんとうとうとしたかってね、うとうとって今日はね、あの慰霊の日ですからね、私も気持ちはうとうとします、毎日うとうとしますからね基本的に私はね。はい、そうボタンってそっちのボタンじゃないと思うけどね、なんか花のボタンって言ってるんだけど、カタカナでボタンって書いてあるからさ、長谷川さんが言ってるけど、普通にあの洋服とかにくっついてるいろんなボタンがその博物館で置いてあるってことじゃないの。なんかさ、私博物館好きだわけ、歴史をなんかめちゃくちゃ見るぜみたいな、そういうの好きで、だん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 ボタンがこうなっていきましたとか。私あのレンガ博物館に一回行ってみたくって、旅番組で見たんだけどさ、普通に面白そうだった。ちょっと待って、シースルーが長くてからさ、引っ張られちゃってから困るんだよね。はあ、はあ、で、あの今日あれですよ、今日東京の空白のあれをちょっとちゃんと決めたいなと思って、押すボタン、あ、押すボタンの方、あー私ボタン好き、ポチポチするの好きよ私。あ、ちょっと気になるな、ボタン博物館ね、オッケーオッケーオッケー、あの私覚えた今、あの私の中に頭の中に入れました、覚えました。ちょっと気になるですよね、博物館とか好きなんですよ。食べ物とかもねちょっといろいろ行きたいかなと思ってるんですけど、あそこ行きたいのよ、なんかどこにあるのかちょっとわかんないんだけどさ、ひも麺うどん、あの平らなさ、きしめんみたいなうどんとかも食べに来たわけ。もうそれしかない、私の中でディズニーに行く、あの寄生虫博物館うどんを食べるっていうところの 3つしか私なくて、私の希望の予定としては。でも、まあ、おばちゃん家行くとか、あとはちょっと実家での荷物をちょっとあのまとめたいとか、そういう感じっていうのをしたくって。そうは8連8連かな、わかんない。ゲンさん、自爆ボタン押しちゃダメよ。いや自爆ボタンあるの、博物館でさ自爆ボタン置かれても困るんだけど、爆発しまくるじゃん人が。消防隊の隣じゃないとダメだよそういうところは。カメさん、渋谷のおじの店で俺のつけで飲んでいいよ、ケンちゃんのつけでって言った。マジでカンパチさん、え、マジでカンパチさん、じゃあ私送っといて、私バカみたいにつけとくわバカみたいにつける嫌なやつだな。なんか送っといて、 DM ってなんだ、 DM で送っといて。これに関してはあのカナコリアの方の、あアニバコの方のアカウントは DM ダメなんだけど、あのカナコリアの、カナコリアじゃないよ、渡辺カナの方の DM は基本的に何でもウェルカムだから、あの嫌がらせとかじゃなければ全然ウェルカムだからなんか送ってね。そう DM ってやば、わざわざ言わないっていいでしょ私の人のミスを。はい、というわけでですね、そろそろ CM 流しとくか、おうおう流すか、おう終わってくれ、微妙な時間だな、13分だよ、13分に CM、 あでも13分でさ CM 流しといたらさ2分の CM だからさ、15、待って、わからないんじゃない、あいけるんじゃない、あいけるいける、ベリベリベリ、いくよ、じゃあ行きます、 CM 流しまーす。ヤフソ通りにアニソンバーができたの知ってる、アニバコって名前のオタク女子、コスプレ女子、オタクすぎるオーナーと趣味の話で盛り上がれるお店、毎日20時から深夜2時まで営業中、オタク話に花咲かせたいそこのあなた、アニバコにレッツラゴー。 NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。お知らせがございます。ガトリングラジオでは現在スポンサー様を募集しております。いや大募集しております。スポンサーになってくださった暁には毎週あなたのお名前、そしてあなたへの感謝を時間が許す限り綿抜きがささやきます。詳しくはツイッターのダイレクトメッセージ、ツ
ツイッターのリプライなどで綿抜きにご連絡ください。ツイッターばっかりですね。よければツイッターもフォローしてね。よろしく。23日木曜日、そのまま継続で20時15分になりました。ガトリングラジオでございますよ皆様。CM、聞いていただきましたか？よかったでございます。よかった、聞いてくれたのでありがとう、嬉しい、ありがとう。始まった、初めてってね。まんまるだもんさん、はじめまして、こんばんは、初見です。この番組はですね、ガトリングラジオと言いましてですね、沖縄で、役者とかタレントとかナレーションをやっている、あとはあの夜のお店で働いている、夜のお店の飲み屋ね、飲み屋で働いている、アニソンバーで働いている渡辺かなが、一人で30分間しゃべり散らかすという番組でございます。よかったらですね、絡んでいただければなと思いますので、よかったらよろしくお願いします。この後ですね、いろいろそこそこ喋った後に、コーナーが入りますので、よかったらそちらも、見ていただければなと思いますので、よければお付き合いいただければなと思います。若ちゃん、これなんて読むの、なんて読むかわからないでございます。ちょっとなんて読むの、この若津さん、なんて読むのかわからない、ごめんね、漢字が苦手。喋り散らかしでございます。そう、喋り散らかしております。喋り散らかし番組です。30分番組でございますが、30分間ひたすら喋りまくるっていうね、あの番組でございますので。あ、小寺さん、チョーカーですか？そう、チョーカーを、ね、私新しく買ったんですよ。これがさ、もう全然来なくて、ひなかさん、はじめまして、渡辺からです、よろしくお願いします。今日の首のやつかわいいな。あ、そうそう、これがね、なるほどね、銀さんが首のやつかわいいねって言ってくれたんだ。これチョーカーですね。これがですね、4本セットで3000円ぐらいのやつでしたね。私もうこのチョーカー大好きだよ。チョーカーいろんなものつけるの好きなんですよ。これつけるだけで結構締まるし、なんかおしゃれに見えるからおすすめです。みんな首を巻こう。よし、武蔵さん、先週の日曜日、沖縄アリーニに初めてあいみょんのライブに行った。おー、すげえ。駐車場もないし、スタッフの態度も悪く、あー、広かったんだ。椅子も質が悪くて、待ち時間から座って待っているとお尻、腰、なんだ、見えない、膝が痛くなって、始まってすぐ一曲も聴かずに退席する羽目になってしまい、最悪なライブで散々な日曜日になってしまった。あいみょん、沖縄アリーナの座席、我が町の小劇場、天仏の葉、アトリエ、メカルベース、映画館みたいに、膝つきってなんやねん、肘つき、クッションがついた椅子にしてほしいです。どんな椅子だったのかな、あの普通に 木の椅子みたいな感じだったのかな。あ、日中さん、鎖骨も首も美しいですね。ありがとうございます。あの鎖骨は非常にですね、私あの自慢でございまして、見てほしいんだけどさ、マイクで見れないんだから、マイクでほら見て、ほら鎖骨、綺麗な鎖骨。はい、そう、カンパチさん、猫にもいいよね。そう、あの首輪って言ってますけど、まあ、チョーカーね、あのチョーカーって言うけど首輪って言うけど、まあ、猫にも首輪がしたらいいよねって感じなんですけど、うちの猫ちゃんはですね、みんな、なんと首輪をしておりません。みんな嫌がって取っちゃうんですよね。悲しいでございます。というわけで、残すことですね、あと7分半なんですよね。そろそろちょっとね、あのいつものコーナーに行こうかなって思っております。日中さんが言ってますね、球団のやつちゃうつって。武蔵さん、沖縄アリーナの座席、プラスチックの椅子なの、うわーきついね。でもね、まあ、しょうがないのかな、予算の都合とかもいろいろあると思うからね。我が町小劇場のさ、椅子ってめちゃくちゃ上等すぎるからさ、バカみたいに上等だからさ、椅子が上等すぎてからさ、劇場が狭いくせにさ、あの椅子めっちゃでかいからさ、ちょっとね、あんま席作りづらいんだけど、ただやっぱお客さんからしてみると、やっぱ見に行った時にさ、座った時にさ、やっぱお尻がさ痛くならないっていうから、その点はね、ありがたいなと思いますよね。まあそうですね、劇場というかそのアリーナの方はやっぱりこの集客の方を考えたから、ちょっと椅子の方に手が回らなかったのかもしれないですね。まあね、こんな風にさ意見を言ってったらさ、もしかしたら椅子が変わるかもしれないからね、武蔵さんのそういう意見とかもね、必要かもしれないから、なんかスポンサーじゃないや、なんだっけ、そっちのライブの、スタッフさんというか、そっちの方に意見を出してみてもいいかもしれないですね。せっかくね、楽しみにしてたのに残念でございますけれども、まあまあまあ、体をね壊す前に退席した方がいいぜっていうね、あの武蔵さんの体からのあれです、なんかレスポンスだった可能性がありますからね。というわけで、はい、じゃあコーナーに行きたいと思います。
あ、カンパチさん、うちの猫も首は食っちゃう。食いはしないんだけどね、さすがにね。ごめんね、はいはいはい、はい、じゃあコーナー行きます。さあみんな揃って楽しく元気にごまをすりましょう。さあこの時間は綿貫がスポンサーさんに媚びを売る時間帯でございます。本日は久しぶりのポエムで感謝を届けたいと思っております。綿貫はちなみにポエムの何たるかを知りません。そこは踏まえてやっていただきたいなと思いますね。酒屋みたいな音楽、そうそうそう、酒場みたいな感じの音楽をあえて探してやりました。フリー音源で探しました。じゃあ私はですね、基本的にポエムをやったことがないからちゃんと分かんないです。ポエムの何たるか知らないんですけど、私の基本的なポエムの感覚ね、これがきっとポエムだろうっていう、そう。猫だね声、噛んだ、猫なで声、ごますりコーナー、分かった、いくよ、言うね、じゃあごますりコーナーって、その猫なで声で言うね、ごますりコーナー、あ、バカっぽいな、よし。はい、ではゲンさんに向けて、スポンサーのゲンさんに向けていきます。待って、これエフェクトかけた方がいい感じなんだね。ゲンさん、暑きマックスになってきましたね、沖縄は。知らないだろうけど、これからまた暑きことになっていくんでしょうね、沖縄は。さて、私は最近虫歯ができました。痛いです。ゲンさんの日々の痛みを私の右下奥歯が受け負っているのかもしれません。そんな契約を結んでいない気もしますが、ゲンさんへの感謝のためなら虫歯の痛みなど何のその、全然気にならない。でも来週歯医者に行こうかと思っています。あと7月7日は収録放送です。この番組が終わった後に収録予定です。今後ともよろしくお願いします。うわ、マジで左下奥歯が虫歯なの、ゲンさん。タイミングいいね。痛い？どう？多分今その痛みで収まってるっていうことは、私が多分めちゃくちゃ痛くなってるからだと思う。私が多分右下奥歯が痛くなってる時は、多分ゲンさん左下奥歯痛くなってないと思う。はい、というわけでですね、来週私は上も下も虫歯かい。でも大丈夫、私もね、上も下も虫歯、一番しどいのが下です、右下奥歯です。いやー、タイムリーですね、虫歯でうまいこと、うまいことかぶりましたけれども。さあ、先ほどもですね言いました通り、はい、あ、頑張れ頑張れゲンさんって、昭和の CM 知ってるような、え、わかんない。頑張れ頑張れドカベン山田太郎なら知ってるよ私。それなら知ってます。じゃあこちら、はい、こっちも沿ってやってしまいましょう。エンディング曲でございます。さあ、私がですね、ダイエット今頑張っているってことなんですけれども、皆さん、アニメ見てますか？最近ですね、ダンベル何キロ持てるみたいなのアニメがあるんですけど、このね、曲、お願いマッスルって曲なんですけど、これのなんとですね、中山きんに君がカバーしてるバージョンがあるっていうね。あ、当たってる程度リズム、イエーイ、嬉しい、ありがとう、イエーイ、カンバさん。そう、お願いマッスルの中山きんに君のカバーがあるんで、ちょっと聞いてほしいんですよね。はい、じゃあこちら、ラジオでは、はい。パワーですね。ラジオっていうか、ラジオの方では聞けるんですけど、ツイキャスの方ではちょっと音楽聞けないので、ちょっと気になる方はですね、なんでゲンさんアニメわかんないのにお願いマッスルは知ってんの。まあでも有名だもんね。めっちゃ私この曲好きだっけ。カラオケで一人で歌うぐらい好きだっけ。私めっちゃ好きなの。よかったら皆さん聞いてくださいね。仕上がってるよ仕上がってるよって。はい、というわけで、この後ですね、7月7日分の収録をまた、収録公開収録放送、ちょっと待って、めちゃくちゃ喋るからさ、私がちょっとそっちに意識が行き過ぎてからさ、全然喋れなくなっちゃってんだけど、あ、歌い出した、大丈夫。あれなんですよ。だから、その収録放送を、この後公開で、そのまま延長戦で、ちょっとやろうかなって思っているので、この放送が終わっ
ったらちょっとまた7月7日の収録放送やりますのでよかったらそちらのね収録放送もお付き合いいただければなと思います。収録放送なのに基本的に私公開でやりますからね。ツイキャスみんなと絡むっていう目的でやってますけれどもそうですね、はい、なのでそちらもよろしくお願いします。でこちらの方でですね、ちょっともう時間が厳しいって方がね、いる可能性があるね、いるかと思うので、ちょっと、宣伝をしたいんですけれども、あと1分しかねえや。私、アフソにあるアニソンバー、アニバコってところで働いてるんですけど、そこで、7月の16日土曜日に、生誕祭がありまして、来ていただけたら嬉しいです。もちろん、県外で方で行けないよって方はですね、遠隔でチェキだったり遠隔でシャンパンが出せるみたいな、ね、こともありますので、もし遠隔でちょっと応援したいよっていう方が、お祝いしたいよって方がいましたら、私にダイレクトメッセージで送っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。琴音さん、運転中ですか、お付き合いします、ありがとうございます。そう、七夕放送ですね、この後また七夕放送の収録やりますので、よかったらよろしくお願いします。じゃあありがとう、聞いてくれて。切ります。